はい、こんばんは山梁と申します。えー、郵便いろいろ雑談動画、えー、YouTube。えー、今回はですね、えー、特殊取扱いの中の特定記録と、えー、簡単にも簡単に終わりますんで、これと配達日指定の2つで、えー、のえー、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 はい。ということで、えー、まず特定記録郵便からですね、のお話からですね、えー、特定記録郵便物っていうのは、えー、普通料金ですね、えー、こちらですね、プラス160円、えー、してもらうとですね、82円の、えー 82円の第1種提携郵便でしたら、82円プラスで242円で送れますよというサービスですね。ちなみにですね、なんか300カット以上を一斉にです、ね、差し出したりするとか、ちょっと特殊な条件の場合はちょっと値引きがあるらしいんですが。ちょっと、あのー ケースバイケース、ちょっと、えー、あまり詳細がわ、えー、かりにくいんで、も、えーま、しね、対応に出す場合は、まあ、でも300通常って、まあ、なかなかな、ね、ケースだと思いますけど、えー、の場合はありますよと。まあ、ただ、まあ、基本160円と思ってもらったりですね、160円にプラス、えー、基本料金になってきます。で、えー、この商品の特徴はこれです。追,、えー、追跡がつきますよと。 いうことですね、えー、まあ、要は特定の記録をしますよということですので、これが要は追跡、バーコードをつけてですね、えー、やりますよというサービスです。 これは要はそれだけのサービスといっても逆に言うとなりますね。無償席ですので、印鑑とかはもらえません。そのまま受け箱お客さんの家にあるポストに投函しますよということですね。同じようにですねこれはた記録がつくだけで賠償はありません。ですので、中身とか外観だったりということがあっても、基本的には郵便局からの保証はありませんよというサービスになって おりますで、えー、この場合はですね、あ、え、面、ー、名名ですに、ね、特定記録っていうふうにです、ね、赤字であこれで赤字でですね、えー、明記してもらって、えー、そうすると、えー、それでですね郵便局の窓口に、えー、持っていくとですね、あはい、わかりましたとい言って受付の方してもらいます。えー、とですねちなみに、えー、とこんな感じでですね、よいしょ。よこいしょ。 あーとまあ、郵便局でですね、こういうような感じでですね、えーと、かえー、とこれもきでいいか、えーえー、これですね、記録表、えー、これですね、有事便物の差し出し表ってな、があるんですけど、えー、とですね、これあの、対応に、えー、結構ね、えー、使う場合のこういうふうなのがありまして、で、えー、とですね、まあ、2枚つづりになっておって、えー、こんな感じでですね、 これだと分かりにくいかな。よいしょ。こんな感じでですね、えー、し2枚つつ写しになっておって、紙がですね、カボンがついておって、2枚写しになっておって、ここにですね、えー、送り主さん、えーじ、自分のですね名前、住所を書いて、で、どこに送るやつが、えー、とこの番号ですよと、これはですね、郵便局で、えー、発行してもらうんですけど、これただ、えー、っとですね、 まあ私結構あのちょいちょい各年もさ仕事もらっておるんですけど、えっとですね、え、これですね、私いつも一つ謎なことがありまして、え、このですね、えー、 要は自分のところでご依頼主とかの名前とか書いて、えー、やるんですけど、えっ、ー、と、これね、どういう規定なのかなえっ、ー、とね、あの、自分で、あ、これ、はい、ブ V ってもらって、はい、あの、自分で書いて、えー、で、番号とかですね、ですの、ね、で、ここの、不当枠のところは、えー、ですね、あの、 はい、えー、書いて出してください。多分それが原則なんだと思うんですが、えー、フット枠のところを書いて、はい、あの、郵便物と一緒に持ってきてください。そうしたらこちらの方で発行ですね、えー、番号の方発行して、発行した番号をこちらに控えて、えー、で、ピリッとですね、えー、ちぎって、下の方がですね、えー、そのお客さんの控えになってますもんで、この番号でまた確認しといてくださいねってなるんですね。で、ただら、えっと、 郵便局さんによっては、私もね、結構いろんなところで、えー、最近はその、今の仕事だと逆にね、ねあんまり出すこと少ないんですけど、昔の仕事では結構定期的にですね、えー、こういう特定記録とか書き留めとかはですね、書き留めもこれ一緒に使うんですけど、えー、出すことがあったんですけど、 あれ何なんでしょうね。えー、とたまにですね、あの、郵便局さん、まあ、吸いとる時るときとかなのかな、あの、郵便局さんによっては、あ、いいですよ、こちらで全部もう変えておきますんでって言って、ね、変えてくれるところとかもあるんですけど、基本はこれ変えてもらえないと思ったらいいのかなと思います。あと、なんか、新しい郵便局、東京とかでは多いのかな。なんか、データをですね、なんかスキャナーみたいなんで読み取ってですね、自動的に電子的にですね、PPP ピピピって出してくれるようなところもね、昔ね、ど、えー、こやったかでね、あの、 名古屋の方やったから、データーしたときにです、ね、ピーっと読み取って、はい、じゃあこれであの光になりますんでってっておーって思ったことがありますね、ただ、残念ながら、私の今おるところとかでは、それなんかないみたいなんで。うん まあそういういいいのがね普及してくるといいんですがこういうのを変えてですねえ出してですねえするとですねできますもので逆に言うとですのでポストでは投函ができませんよというのはえこのあたりのサービスになってまいりますのでえそのここが一番注意点かなと思います。結構ポストにですねああのの要はあの返信用のはがきとかでですね特定記録で出してくださいとかっていうえのがですねえ事務処理とかしてると結構、えー あるとき、あるとあ、ね、会社さんとかによっては結構あるかと思いますし、私も実際、あの定期的に、えー、記録郵便で出してくださいねっていうのがですね、えー、来るところ、おったことあるんですが、うん、<laughs> そういったのですね、あのですのであの、ポストにポンって投函する人もいたんですね、実際ですね、自分のおったところでもですね、えーあのえー、別の、えー その別のね地域の事務事務の方が、うんそれで出た人って、えー、なんであかんのって言,、ね、言ってましたけど、あかんよ、あかんよ,かんよっていうね、えー、いうことありますんでね、それで,ですね気をつけてください。あの最悪の場合は、ですねこれ、記録郵便ってなっとるけど、ポストに入っとったもんだって言ってね、返されてくる時ありますんでね、そうすると、ですね、えー、締め日にマリアはーくてあら、えらいこっちゃやっていうね、えー、こともね考えられますんで、えー 必ずこれですね、記録有みとして出すときは、で、返信用封筒に必ず特定記録とか、えー、書き留めとかって書いてある場合はですね、特定記録って書いてある場合は、これ、あの、気をつけてください。出すときは必ず丸口入れないと出せませんので、ということです。はい。ええー。で、あとはもう一緒に、よいしょ。 配達日指定郵便のお話もしていきましょうか配達日指定郵便というのはですね料金がちょっとですね構造が特注です日曜日休日の配達指定日の場合は210円にプラス基本料金 で、えー、それ以外ですね、平日の場合で、これ、あの土曜日が配達がなくなったらどうなるのかっていうのはね、ねちょっとまだ分からないんですけど、まあ、今のところは土曜日も配達ある前提でお話ししてますんで、えー、土曜日も含めてですね、今の段階では。えー、の、えー、平日の場合は、プラス31円に基本料金、えー。ですよね、ここ結構料金の差が大きいんですけど、うん で、えー、使えるサービスになっております。ですので、えー、例えば82円の、えー、封筒を、えー、送る場合です。これ292円休日の場合は。で、えーと、平日の場合はですので、82円に31円、えー、足す分やから、えー、113円であの付けれる、まあ。平日の場合はですねあの、お手軽に結構付けれるサービスになって ますこれはどんなサービスなのかなと見ていくと、えー、追跡はありませんですねバーコードとか何もつきませんよとで、えー、と印鑑とかももらえませんし、えー、賠償もありませんで、えー、受け箱にですねお客さんの家のポストに投函されますよということなんでなや普通郵便と変わらないんかっていうことなんですけどまあこの郵便の特徴はもう日本で人のごとくなんですけど配達日の指定ができますよですね最大差し出し日の翌々日から投函 内でえー、この日に出してくださいというと、その日の、えー、日付によってですね、まあ、日曜日だったら210円、えー、それ以外だったら31円料金支払って、えー、出すことができますねこれもであて、ねえー、宛名,名にですね、配達日指定シールというですね、えー、指定の用のシールがあります。 あるんです、えー、これ、郵便局の方で持っておりますもんで、えー、それを要は、えー、窓口に持ってってですね、えー、これ、配達日の指定したいんで、えー、これあのお願いし何日かと、何日の指定でお願いしますっていうと、はい、わかりました、というと、静け書いてですね、ペタッとそれを郵便物に配付けて、えー、そのままもらってもらえるっていうふうになってますね。ねで、これも、えー、とですね、えー 気を受けないといけないのはマ口でしか受付しておりません、えー。基本的にポストに入れてもダメですよっていうところですね。まあまずこの配達日の指定シールを持ってないと思いますんでですので例えば赤字でですね速達みたいにはい、えー、何月何日、はい、配達してって書いてですね、えー、それま,ま普通に入れても、えー、それはですね無効になります、えー、ですので、えー、必ずその日に でないといけませんよというやつですね。えっ、ー、と、よくあるのは、あの、誕生日のプレ、えっ、ー、と、メッセージとかですね。誕生日のお祝いメッセージとかですね。えー、なんか、昇進に関するところとか。えー、まあ、あと、ね、今、この冬の時期ですと、えご、ー、合,合否通知とかですね。まあ、昔ほどはね、多くなる。 なってる気もするんですけど合否通知とかですねその日でないといけないっていう前それより前に知られてもいけませんえ後でもダメですよというようなものに、まあ、こういうふうにしてすることができますということですねでここにも書いておきましたが必要分の切手を貼ってシールを貼ってポストに投函しても無効ですよここでですねあの気をつけてください必ず窓口で出してもらわないといけませんっていうことですね 配達日郵指に関しては以上ですね。はい。えー、また、えー、他のところは、おいおいまたお話ししていきたいなと思います。次が何かなあ、そうですね。書き留めになってくるで。そうですね。次は書き留めなんで、多分書き留めが、えーえー、ちょっと時間ね、えー、いただくと思いますので、えー、このあたりで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。